皆さんこんにちは。今回選手紹介第16弾となります。前回の第15弾はモッセイ堂の勇気について紹介しました。気になる方は下の概要欄に貼ってあるのでチェックしてみてください。ということで第16弾はこちら、フィナンシャル実業の神谷アルス組織についてです。それではぜひ最後までご覧ください。カルロスはフィナンシャルに在学する宮城身内の外野手です。ダイネス16巻、朝の大会準決勝の桜沢戦で登場。朝の大会決勝の青銅戦の前の練習では、トリッキーな打撃と走塁で相手チームを踏み出すリードオフマンと紹介されていました。カルロスといえば、自慢の脚力を存分に発揮した走塁と守備が持ち味だと思います。特に走塁においては、青銅倉持、白龍見舞城、つまりダイネスで登場するキャラの中では一番だと個人的に思います。3年夏の大会前に行われた東京選抜対アメリカ選抜戦では、東京選抜の選手として試合に出場しており、アメリカ選抜キャッチャー、強肩カーライルから走塁を決めていました。ちなみに以前このチャンネルでは、倉持と見舞について紹介しました。気になる方は、下の概要欄に貼ってあるので、チェックしてみてください。カルロスは中学の頃、城南市内でプレーしており、同級生の七宮の勧誘を機に、フィナンシャルに進学しました。フィナンシャル進学後、2年夏の大会では、1番センターとして活躍し、2年連続の甲子園に出場。2年秋は2回戦で敗戦し、選抜には出場できなかったが、最終学年となった3年春には、1番センターとして活躍し、関東大会出場。この春の大会では、選抜4強の薬師エース様だから、ホームランを打っているので、この2年冬でパワーもアップしたのだと思います。ちなみに関東大会は決勝で三輪宗一郎がいる群馬の白龍高校に勝利し優勝。そして現在は3年夏の大会を行っており、準々決勝では成功に勝利し、フィナンシャルはベストまで進んでいます。この動画の冒頭でも言いましたが、カルロスは走塁と守備が持ち味です。そこでここからは、カルロスはフィナンシャルに来て一番印象に残った守備を紹介していきます。一番印象に残ったプレーはこちらになります。2年夏の大会決勝の青銅戦、青銅の攻撃、先頭の4番行きを放ったセンターオーバーの打球をフェンスを登りながらキャッチした時、このプレーが誕生しました。ここでのポイントでは、この動画を作っていく上でダイネスの漫画を何度か読み返しました。そしてあることに気づきました。それはある選手とカルロスが似ていることです。その選手とは、東東京の関東一高の選手として甲子園に出場し、その年ドラフトで楽天に1位指名された岡江瑠衣選手です。カルロスと岡江選手を比較してみると、1番センター、ハーフ、宮城右打ち、守備と走塁が持ち味、他にもあると思いますが、このようにカルロスは岡江選手をモデルにしたのかなと思います。だがカルロスが初登場した時期を見ると2009年、岡江選手が活躍した高校3年の頃を見ると2015年、このように6年の差があります。なのでカルロスは DNS ではオリジナル選手として作り、たまたまカルロスとよく似た岡江選手が活躍してしまったのだと思います。最後にこの岡江選手は2015年ドラフト1位で入団から、現在2020年プロ野球選手になってからどんな成績を残したのかを見ていき、この動画を終わりたいと思います。岡江選手は自慢の守備と走塁、さらには将来性を買われ、2015年のドラフト会議を経て楽天にドラフト1位で入団。入団後は開幕1軍を勝ち取り、スター街道を登っていました。しかし守備や走塁ではプロで通用するレベルであったが、バッティングの方は通用しなく、二軍生活が続くようになりました。その後楽天では外野手に島内選手がレギュラーを獲得。2018年にはドラフト1位で立命館の厚見選手などが現れたことにより、岡江選手が入団当初より楽天の外野手競争は激しくなっていました。しかし2019年シーズンのクライマックスでは、9番センターとしてスタメン出場、ソフトバンクのエース千賀からホームランを打つなどの活躍をしています。今年の2020年、5年目となるシーズンでは、背番号9番から苦戦創世記に支えた高津選手や、2014年シーズン、鉄平選手のトレードで、オリックスから来た後藤選手、2013年、日本一となった時の1番バッター、小島選手がつけていた背番号4番に変更し、球団を超えに期待しているので、今シーズンはどんな活躍をしてくるのか楽しみです。以上、今回はフィナンシャル実業の神谷カルロス組織について紹介しました。この動画を見て良いと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。あとツイッターとインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。